クボさん、今回、陰と陽の陽にしましょうか。陽、光、日向、日の当たる場所。陰と陽ね。はい。まあ僕もね、貧乏な家に生まれましたから、あのー、まあ今考えると、今の生活を手に入れてるのは、まあ、貧乏だったからみたいな。まあ松下幸之助さんがね、こ有名な問いですけども、 なぜ松下幸之助さんは成功されたんですか貧乏だったから、勉強ができなかったから、デッチ暴行だったから、あとはなんだ、あの、病が、病気持ちだったから、だから成功したみたいなね。よくわかんない人ね、一般的に。でも今はわかるんですけども、うーん、なんか、うまくいかない人って、なんかその、これだからみたいな、まるさんと私は違うみたいなね。 私は〇〇さんと違うから〇〇さんみたいになれないんだよっていう。なんかまあそういう感じで言うんですよね。まあそういうなんか環境がダメだからとか、能力がないからとか。うん。逆に言うと環境が良かったら環境が良いところに行こうと思わないというか、なんですかね。まあ僕はまあいろいろ勉強してインとヨプラスとマイナスっていうのが理解できたんですけど、 なぜご飯が美味しいって感じ、まあこれ一般的に多分わかると思うんですけども、ご飯がうまいって感じる瞬間って、どういう時が一番、あの、ご飯がうまく感じるかっていうと、腹ペコの時なんですよ。どんなに素晴らしいね、三つ星レストランのミシュラン三つ星みたいなとこに行っても、腹満白でね、もう、これ以上食ったらゲロが吐くみたいな焼肉食べ放題食った上で、 もう,もう、マックスみたいな。なマックスの状態でミシュランの三つ星食っても多分あんま美味しいって感じないと思いますよ。てかもう受け付けないみたいなね。でも、めちゃめちゃ腹ペコだったらね、白飯一杯でも、その米粒の一つ一つの噛み締めてそこから出る甘みを感じれると思うんですよね。うん。だから結局、インとヨマイナスがあるからプラスがあり、マイナスがあるからこそプラスをよくよりよく感じられる。 逆に言うと、プラスだけだと、プラスをよりよく感じることは難しいっていうのが、こう人間のね、なんか、ひろゆきさんも昔なんか、なんか言ってたような気がするんですけど、なんかもう人、なんかその、幸せの構造が分かったっていう、幸せを感じる人間の構造が高校生か、なんか中学校の時に分かって、あ、こうなんだな、みたいな。なんかそれを分かったみたいな、なんかで、なんかライブ中なんかちょっと昔です。すげえ昔ですけど、なんかボロッと言ってたんですよ。あ、ひろゆきさんは中学校の時にもう、そ、その、 祝図が分かってたんだ、みたいな。そのロジック。でもまあ、客観的に考えるとそうなんですよ。まあその腹ペコのご飯が一番美味しく感じれる時ってどういう時かっていうのを、まあそれはまあ多分経験があると思うんで分かると思うんですけど。そういうところで、だよくその芸能人の方が、まあすごく美人なね、女性の方と結婚されるケースが非常に多くてね。でまあ離婚するみたいな。 なんだあんな美人な奥さんがいるのにみたいに周りが言うと思うんですけども、毎回美人を見てると美人にならないんですよね。<laughs> 多分そうだと思います。何も、何も感じなくなるというか。うん。まあもちろん一部の人は例外はいるとは思いますけれども、やっぱね、まあそ、人間ってそんな感じなんですよね。慣れるんですよ。慣れちゃうんで。だから僕はやっぱね、なんだろうな。 あの、まあ、そういう人間の構造仕組みがあるので、うんやっぱ旅をする、常になんか変化していくっていうところが、まあ、なんか幸せなのかなっていう。だから、あの、もう本当に、まあ、昔の話で言うならば、新しい住む場所、両国を探すみたいな、流木民みたいな、なんかその、 住む場所を変えていく、探していく、食べれる場所を探していく。まあ、これは動物とかもそうですけども、食料がなくなったらよくね、お猿さんとかがね、山で飯食うのなくなって民家に出て民家のものを荒らすみたいな、なんかそういうのはありますけれども、なんかそういうふうに、なんか、ん変化していくっていう。だから僕は車でこの、旅したりするのがすごく好きなんですけども、やっぱ景色がいろいろ見えるんですよね。 で、飛行機だとやっぱ一定の景色なんですよ。まあく、飛行機から見る景色っていうのは非常にまあ、あの、いいんですけど、まあ、変わんないんですよね。でも車だといろんな景色をね、こう、見れるんですよ。変わる。だから僕は車の旅が非常に好きで。うん。だから、人間がその幸せを感じれる瞬間ってどういう時なんだろうっていう、喜びを感じれる瞬間ってどういう時なんだろう。何があるから逆に言うと喜びなのか。何が、あ 逆にあると喜びを感じれないのかとかね。まあそういうその仕組み構造を考えると、まあ陰と陽は非常に密接な関係があり、プラスとマイナスはもう非常に同居していて、非常に関係性があるっていう。だからここの、だからバランス感覚がですね、うまく生きていく、上手に生きていくためには、この陰と陽のバランス感覚だったりとか、プラスとマイナスの同居しているところをこう客観的に見れたりとか、それをバランス的にこう作っていくっていうのが大事なんじゃないかなと思いますね。 うん、でも多くの人は多分そこを考えたりとか感じれたりとか、なんかそもそも幸せって何なんだろうっていうところを考えることがないですよね。おそらく。僕はいろんなことを考えて、いろんなことを考えられるようになったのをビジネスもやったからなんですけど。うん。まあなんでここに行き着いたかっていうと、僕はまあお金を稼ぐっていうものをほとんど扱ってきたわけですよ。 じゃあ、その、お金をなんでそもそもみんな欲しいのかなと。お金を手にしてどうしたいのかなとか。ね、う、うっときながら、その、まあ、お金はもちろん必要なんだけども、別にその、生きていく分のお金だったら別に生活保護でも生きていけるわけじゃないですか。どうですか。別に、生きていく、本当に生存していくだけだったら別に、本当に手取り10万でも生きていけると思うんですよ。別に、ホームレスでも生きていけるわけじゃないですか。どうですか。 ね、生きてる人もいるだろうしうん。じゃあなぜ人はそこを求めるのかっていう、その生存に、生存に必要なお金以上のお金をなぜ求めるのかって話ですね。なぜそれを必要とするのかっていう。その、そ、そ、そこの心理は何なのかみたいなね。まあそういうこともね、考えて、まあいろいろやってきた結果、まあ今に至るかなっていう感じですかね。はい。いってらっしゃい。